はい、皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。ちょっとわけあってですね、サイコブレイクを一からプレイをすることになりまして、というわけでチャプター1からですね、プレイをしていくということでですね、チャプター1すでに、このチャンネルでご覧いただいた方はですね、大変申し訳ないんですけども、できればね、もう一度お付き合いをいただきたいと思います。そして、こちら18番これから見るよってい123う方はブレイですク。ね、初めてプレイするんだなという体でですね、見ていすたみだませれんば嬉ね、しいなおと疲思いれでしょうまが、す。商人それもで出はる前早に速寄見りていき道ま中しさん。ょう。緊迫してますね。暴動ですか。刑事さんたちを拾う前に聞きましたが、大量殺人のようで、もう何台も現場に向かってます。きっと患者を切り刻んだとかいうイカれた医者の亡霊ですよ。ただの噂です。患者が失踪した事件は、ちなみに何件かあったようですが。こちらのゲームのジャンル何はにしサろ、バイバル気味ホ悪いラーっですていね。うジャンルになってますんで、ジョゼフ、今回の件と関わりはかなりどう怖でいしょうね。シーンがですね、目白押当し時のな記憶ゲーはムにな隠ってさまれてす。ますか。で、チャプター制度になっているようでして、まあ、チャプこタちらー1から、18まあ、番、チャプター何パまスでワあードるスのキかル、わからないんですけ現ど場のも、状況はどうすでしょごう。く長くならない限りは、チャプターごとに、動画をですね、実況して聞アこッえプなしい。ていきたいと思います。おい、キッド、何かわかるか。まだ何も。でも現場に入ればすべてわかるわ。キッドってなんか超能力者かなんかなんですかね。現場に入るだけで全てわかるみたいな雰囲気出してます。どう思います？雨が降ってるけど傘は差さないんですね、この人たちは。ジョセフ、キッド、行くぞ。中を調べる。了解。というわけで探索するんですが、ちょっと早速ね、見ていきますか。こんだけパトカーが来てるのに、警官が外に誰もいないっていうのもちょっと不自然ですよね。大概パトカー1台につき1人ぐらいね、残ってるんですけどね。おお、通り抜けた。こいつやっぱ超能力者だな。ちなみにグラフィックスは半端なく綺麗っていうわけではないですね。ちなみに PS3 でやってるんですけど、 PS4 の場合だとね、もう少し綺麗なのかもしれません。血の匂いです。分かってる、気をつけろ。中を調べる。誰が来てもここを通すの。私も役に立つはずよ。まだ状況が分からない。バックアップを頼む。死んでますね。聞こえましたか。聞こえたね。なんかガシャンっていう小さな音がしたね。生存者です。びっくりした。この状況でこいつ一人だけ生きてるってのもすごいな。大丈夫。何があった。そんなはずは。まさか、ルビックは。任せて。監視カメラで何か分かるかもしれません。都合よく死んだな。
警官だ。銃撃戦になってる。早っ。何なんだ。そしてこっちに気づく。そして消える。お、怖っ。ネズミだ。血が垂れてる。怖っ、この状況。うわ、何なんだよこいつ。どうなってんの？何してんのこいつ。自分で自分を切り刻んでます。ぶら下げられてんだなこいつらみたく。ここからどうしろってんだよ。こうやってスティックを動かしてこいつのナイフで もうちょっとか。よっしゃ。まあこうなるよな。動作ね。てかさっきドサって落ちたのに気づかないんですねあいつ。うわ、なんか肉が落ちてきた。気づかれないようにちょっとスニーキングしながら行きましょう。あのイカれた野郎どこに行った。いなくなったのか。いないな。まあいいや。何？チェーンソー持ってんじゃねえか。怖くて後ろ振り向けねえし、ここ。うわ、ぶった切られた。マジかよこれ。いてて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 。チェーンソーで後ろからぶった切られて生きてるこいつもすげえな。なに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 。キモ。血を絶対飲んだなこいつ。こいつらの、でも絶対病気になりそうだよな。
か外に出れそうだな。ちょっとこっち行ってみますか。行き止まりね。なんかいる。死んでんのかな。なんかいきなり起き上がってきそうでやだな。出口はどこだ。地下水路の古い手記。お前なら逃げられる。さあ自由を手に入れるんだって書いてますね。はしごを登ってエレベーターに乗ればいいんですね。ここは行き止まりか。なんかもうちょっとサクサク歩いて歩くなり走るなりしてほしいな。まあすげえダメージを受けてるのはわかるんだけど、なんつったってチェーンソーでぶった切られてたからな。ここは特に何もないか。はしごを登れって言われてもな、肝心のはしごがないぞ。絶対ここですよね、はしごある。こいつがここにいたっていうことは、はしごはきっとこの奥の方にあるんじゃないかな。ここは鍵がなきゃダメと。あ、こっちになんか行けそうなとこがある。ここは開けられないと。でこれがはしごですね。登りましょう。なんか上にいたりしないよな。下もいない。上も今のところいなそう。こいつ拳銃とかは持ってないのかな。でこれがエレベーターだな。エレベーターではないと。夜やりたくないな。今昼間なんですけど。なんかチェーンソー男の気配がするぞ。なんだ。入ってきたよ。なんでこいつ、しかもさ、日本語っていうかちゃんとした言葉喋れないでうめいてるだけなの。いやこん中絶対怪しいじゃん。100% 怪しいよね。
このロッカーの中を改めない方がおかしいと思うんだけど。あ、いなくなった。間違いなく。ここはいけないのね。怖すぎんだろ、あんなやついたら。うわ、見つかった。見つかったぞ。あれ、見つかってないの？ 100% 見つかったと思ったんだけど。どうやら見つかってなかったっぽいですね。とりあえず逃げましょう。あいつから見つかってんじゃねえか。やっぱ怖怖怖怖。もっと早く行け、もっと早く。お前殺されるぞ。早く行かないと。もうダメだ、殺される。危なー。勝手にドアが閉まってくれてよかったな。これ基本的に戦うことはできなくて、逃げたり隠れたりするだけなんだな、きっと。いや、今の状況でタバコ吸おうって思うお前もすげえな。しこのジャズチックな音楽。ゲームの世界観と関係あるんですかね、これ。サイコブレイ。変わらず歩くのはトロイのね。ここもさっさとさ行った方がいいと思うんだけど。何何何何、今度は今何気にすげえビビったし、急に走れるようになった。いやー、外に出れたけど、なんか街はすごいことになってる。どういうことこれ。お、なんか今いた。そしてなんか増えてる。
おい、ジョセフは。残念ですが出てきませんでした。待つのも限界で。頼むから落ち着くんだレスリー。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 くそ、もう戻るのは無理だ。何こんなことってあるかな。大変なことになりましたね、この街は。人が誰もいない。そしてなんかこんな状況になったら逃げ惑う人とかでね、街が溢れてそうなんですけど、誰もいないです。廃墟と化した。レスリー落ち着いたか？くそ、どこにも繋がらない。きっとみんな死んだんです。後ろは大丈夫か？軽傷よ。大丈夫。大丈夫。ここを離れたら安心だ。もう少し行けば大丈夫。なんか乗ってる。さっきのやつだ。どうやって乗ったんだよ。落ちる、落ちる。何こいつ、キモ。死ぬ。何よ。危ない。何、落ちたね。おーんと言って落ちたな。俺どんくらいの高さ落ちたんだ。結構な高さ落ちたな。というわけでチャプター1ですね、クリアしました。なんかちょっとまだ捜査官とか慣れてないんですけど、なんか戦うっていうのはあんまりなさそうな感じですかね。というわけで次回チャプター2やっていきたいと思います。今回はここまでにしたいと思います。最後までご覧いただいた方ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。